変化球だ、合わせてきた松田の打球がレフトへ上がって、もう見上げている栗山の上、越えていきました。松田のスリーランホームラン13号。どんな球でも対応してくるというバッターで、いやあれはもうあのトガムのもの足と突きますね、はい、ちょっと今日は難しいかもしれないですね、 はい、あそこまで追い込んで最後の1球でやっぱあそこに来るということは、今日の出来っていうのはやっぱりしっかり作り上げてきてもらいたいですね、そして今日はホームランも放っている松田です。でここは強調しています、コンパクトマッチではなくてコンパクトマックスでいったそうですね追加点を取ることができてよかったと言われています。はい、さあその松田、まあこのアクションもそうですが終わり9厘、あ本当ですか、トータルですよ通算、はい、71打席で57打数で29安打、あホームラン10本、打点21、1、2塁間寄りだったんですけど、別に遅れたわけじゃなくて、ね、遅れたわけじゃないんですけど、はい、抜かれました ね、 ね、打った瞬間に走ってますからね、はい、その時罰金取られましたけど今でも忘れません、そうです、東亜部はこの松田はもしかしたらそんな気持ちでいるかもしれませんが、外引き高野振りました、三振取りました、マッチを取りました、ツーアウトです、10年目ですよ、トカメも。いやー、はい、今のは気合の入ったいい球だったっす、ね、ですね。そうですね。先発ローテーションで来た時もあのクローザーって言われた時もありましたしね。そうですね。はい、この独特のフォームからいきます。